はい、こんにちは、ナバロです。今日はうちの中を撮影してます。よろしくお願いします。はい、東京地方で、ね、今日いい天気ですね。ただね、ちょっと風冷たいですね。やっぱり寒い冬ですね。まあ夜、またね、冷え込んできそうです。皆さん風邪に注意してください。はい、今日のテーマなんですけど、うちのフィリピン人妻の妹、自宅待機中っていうね、まあこういうお話です。はい、まあね、うちの妻でもフィリピン人なんですけど、フィリピン人の、まあうちの奥さんの妹がね、まあこの間、日曜日、先週日曜日ですけど来日しまして、まああのあれですね、コロナの影響で、まあ、自宅待機中ですね。14日間なんで、まあ、あと1週間はね、お家にいないといけないんですけど、ね、まあ自宅待機で、まあ、外に出れないんで、まあ、ちょっとつまんないなっていうね、感じなんですけど、毎日ね、まあ、うちの奥さんとはまあね、LINE とかメッセンジャーとかで、ね、まあ、連絡を取っています。で、まあ日本に来てね、まあ、外に出れなくて、まあ、大変だなと思うんですけど、まあ、それなりに、ね、自宅でなんか日本語の勉強をしたりとかね、なんかしてるらしいです。で、まあ、前向きにはね、まあ、してるんで、まあインターネット見たりとか、なんか本読んだり、あと日本語の勉強したりとかね、そういうのをしてね、まあ、時間を潰してるみたいですけどね。まあ日本の今日本冬ですよね。気候がね大変みたいで、ね、乾燥してますよね。で、なんか髪の毛がバリバリになるって言ってましたね。はい、でフィリピンで、まあ、乾燥しませんので、ほとんど、まあ、適度に湿気てますので、日本のように湿度が 30% を切るとか、なんかそういうこともほとんどないです。でこんな寒いっていうこともないですし、関東特有 の北風が吹いて、木枯らしのよう な, こうなんか乾いた風が吹くってことはまずありえないので、とてもね、慣れるのが大変なようです。で今のところね、なんか部屋の中にいるんですけど、やっぱ乾燥してって髪の毛が乾くとか、あと肌がガサガサになるって言いましたね。で保湿用のクリームをちょっと持ってきてとか、あとヘアドライヤーでちょっと髪の毛バサバサになるんで、伸ばして、なんていうの、ヘアアイロンっていうの、あれをもう買ってきてくれって言われてね、昨日早速ね買ってきました。で今日ね、うちの奥さんがね、持っていきましたけど、歩いてね、ここからね15分から、まあ、ゆっくり歩いてても、まあ、20分ぐらいには着くんで、今ね行きましたけど、やっぱりね乾燥にはね、やっぱり慣れてないですね。やっぱ大変です。で結局ね、うちに妹が、ね、最初うちにいた時、半年間ね、うちの奥さんがね妊娠してて、出産するのを手伝ってもらうのに、ね、うちの家にいた時っていうのはちょうどね、まあ適度にあったかかったり暑かったりで、湿度が結構あったんで、そんなにね苦にはならなかったんですけど、まあ、12月の初めぐらいに戻ったんで、そんなに今ぐらいのね、カサカサで寒いっていう季節っては、ね、彼女はそんな味わってないんですけど、いきなりもう今来たのがもう1月の真ん中とか終わりぐらいじゃないですか。結構ね、やっぱショックだと思いますよ。慣れないじゃないですか、寒いし。でまあこの間雪みたいなものも降ったりしたし、やっぱりそれをね、やっぱり、感じたりすると、やっぱり、ね、気候の変化にやっぱりね、ちょっと戸惑ってるところがあるのかななんてね、僕は思ったりします。ごめんなさい、ちょっとコーヒー飲みます。今日はね、今日もプレミアムボスですね。はい、プレミアムボスってどこの会社のコーヒーなの、これ。なんか結構美味しいんだけどね。ポッカコーヒーどこ、あ、サントリーなんだね、サントリー。意外とね美味しいんですけど、まあ、はい、まあコーヒー飲むとね意外とね落ち着くんですけど、はい、まあ寝れなくなるってことはね私ないんですけどね、まあ適度にね毎日コーヒー飲んでますけど、はい、まあフィリピンの人ね、やっぱり寒いのね苦手ですね。ただうちの奥さんね、慣れましたね。もう今年2018に来て、1年目2年目、もう今年冬は3年目になると思うんですけど、まあ大丈夫そうですね。もう今全然私より寒いの平気ですね。ただ最近ね、なんか花粉症になってるみたいで、鼻水が出るとか、なんか鼻がムズムズするって、なんかどうしてだっていうから、それ花粉症って言うんじゃないのって言ったら、って言ってましたけど、まあいきなりなるらしいんで、フィリピン人で花粉症になる人意外と多いです。でフィリピン行くと治ります。なぜか花粉症にならないです。アレルギーとかそういうなんとか症状もないし、私も
結構アレルギーひどいんですけど、あのフィリピン行くとね、なんともないんですね。あれ不思議なんですけど、日本がなんかいかになんかこう、やばいもの飛んでんのかななんてね、思ったりします。あれだからね、あの、アレルギーの人ね、フィリピン行くとね、あの症状出ないですよ。あの、全然平気です。花粉症とかアレルギーとか全然ないし、すごくいいですね。だから日本に来て、あの、日本に来たフィリピン人の人で何年かとか、結構長いこといる方って花粉症を患っている方結構多いですね。ちょっとかわいそうですけど、薬飲んだり、あの、メガネかけたりとか、マスクしたりとかしてますけど、あの、本当ね、お気の毒ですけど、はい。私もね、まあ、アレルギーはね、花粉症ではないんですけど、あの、本当ね、季節季節で、一番ひどいのは、ね、3月の終わりとかね、4月ぐらい一番ひどいんですけど、フィリピンに行った時はね、なんともなかったんで、とっても不思議でしたけどね、はい、花粉症大変な方はね、東南アジアとか暖かいところ行くといいのかな。日本はちょっとね、やっぱきついみたいでね、あの大変だと思います。ね、まあ、妹の話なんですけど、あとね、なんだっけ、いつは、7日か8日までは家にいないとダメらしいんで、でもし家から勝手に出歩いてて、なんかこう、なんだろう、捕まったりすると、捕まるというか、なんか待機中なのに外出てたりすると、ビザが取り消しになるらしいんですね、だから。待機中の方で来日している方は、ね、もうくれぐれもちゃんとお家にいてください。あ、ちょっとコンビニ行こうとか、あの行っちゃダメですからね。あのコンビニなんか買いたいからとか行かないようにしてください。まあ、家でじっとしててね、あのテレビ見るなり、インターネット見るなり、ね、メッセンジャーでね、フィリピンに連絡するとかね、そういうふうにして、コミュニケーションを取ってね、まあ、ストレス解消してください。あとなんかゲームとかもあるんで、ゲームをやってもいいのかなと思います。でまあ、日本はまあ大体どこもインターネットつながりますんで、フィリピンのように遅いとかっていうことはそんなにないんで、まあ、早い、そんなに、ね、めちゃくちゃ遅いわけじゃないし、とてつもなく早いわけではないんですけど、まあまあそこそこインターネットもつながりますんで、あの自宅でね、のんびりしててください。はい、で14日、ね、過ぎると、あの自由に、ね、外歩いてても問題ないんで、あの ID 見せろって言ったら見せれば別に問題ないんで、あのどこ行っても、ね、怒られませんけど、まあ、ただ今、ね、緊急事態宣言中なので、あのやたらめったら夜中で歩いてるとなんか白い目で見られたりするんで、まあ、適当にマスクしてね、あのしっかり、防護して、あのどこでも行かれるんでね、あの出かけるのが一面かなと思いますけど、まあちょっとね、緊急事態宣言まだちょっと続きそうなんでね、あのそれ開けてからね、またどっか遠く行ってもいいのかななんて思いますけど、まあ、うちの、妻の妹もね、まああと1週間頑張って、頑張ってというか、まあ、我慢して、お家でちゃんと行って、うん、まあいるでしょうね、多分ね、どこも行くとこないしね、はい、それでまあ終わったらね、遊びに行くとかね、どっかね、コンビニ行くなり、なんかね食べに行くなり何年するといいと思いますけどね。はい、まあそんなとこでした。はい、まああのあれですね、今奥さんまた帰ってくるんですけど、あ、まあそしたらね、ご飯食べてね、今日早く寝ます。明日は仕事をしないといけないので、朝めちゃくちゃ早く起きなきゃいけないんですけど、はい、時短なんでね、あまり出勤することもね、なくなってきたんですけど、はい、今日はね、最後まで見てくれてね、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。このチャンネルでは、ね、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それからね、子供とのね、こう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることのね、出来事とかね、あと解決方法のね話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれてね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ、はい